名古屋のああいうその企業 の, あのトップがね、はい、まあ見終わったら消えてしまうような芝居なんかを応援してくれるといい ね、うん、ね、これ見てくれんかな社長が、うん、ね、あのいいですね、まあああいうその本当演劇なんかを見たりなんかしてくれると、あの演劇もちょっと潤うかなというふうに思うんですけどもね、なかなかやっぱりねいかんのですね。あ、なんだろうねそれは。なんでしょうね。忙しい。僕がずっと付き合っている中小企業のやっぱりね、あの親父さんがおるんですけどね。はいはい、見に来なかんで、分かっとるな、よし分かった分かった、で明くる日、2時間円だからな、分かったなって言って、分かったって言ってこん、うん、そりゃ友達は悪いか